待てや、真島。ああ誰や、お前。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き。支配人が納得しても俺らが納得するか。身によってうちのナンバーワンを。あんた、お客様は神様や言うて夜の帝王かなんか知らんが、情けない。客には通用してもお前らの言う通りや。あ？お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもするし、靴でも舐めたろ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。カマやってまえ。強すぎる。
お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。好きにせ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。お客様は神様やからな。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟